警察によりますと今日午前8時ごろ北区上井田南町のファミリーマート名古屋上井田店でトラックがバックで駐車しようとしたところ荷台に積まれていた鉄筋が店の窓ガラスを突き破りましたこの事故で窓の近くの店内にいた北区に住む14歳の男子中学生がガラスの破片で軽い切り傷を負いました鉄筋はトラックの荷台から後方に1.6メートルはみ出た状態だったということで 警察は過失運転傷害などの疑いでトラックを運転していた名古屋市守山区の59歳の男性から詳しく事情を聞くなどして調べています。